艦名は、霧雨に由来する。なお、艦艇名としては、旧海軍通して、初の命名である。霧雨は、中期防衛力整備計画に基づく平成6年度計画4400トン型護衛艦2233号艦として、三菱重工業長崎造船所で1996年4月3日に、寄港され、1997年8月21日に、 浸水、1999年3月18日に、収益し、第2護衛隊軍第6護衛隊に編入され、佐世保に配備された。2000年、艦隊兵用合同演習に参加した。2001年11月9日、テロ対策特別措置法に基づく、情報収集任務により、護衛艦、クラマ、補給艦、浜名とともに、インド洋に、派遣。 2002年2月まで任務に従事し、3月16日に帰国した。2005年11月15日、テロ対策特別措置法に基づき、補給官、時ワと共に、インド洋に派遣。2006年3月まで任務に従事し、4月22日に帰国した。2007年7月、テロ対策特別措置法に基づき、補給官、時ワと共に、インド洋に派遣。 同年11月2日、根拠法である、テロ対策特別措置法が延長されず期限切れにより、執行のため撤収し、11月22日に、佐世保に寄港した。2008年3月26日、護衛隊改編により、第3護衛隊軍第7護衛隊に編入された。2010年12月1日、第7次派遣海賊対処行動水上部隊として、 護衛艦、夕立と共に、ソマリア沖、アデン湾を目指して、佐世保から出港し、任務艦は、合計32回290隻を護衛して2011年5月9日に、佐世保に寄港した。2011年8月1日、編成外により、第4護衛隊軍第8護衛隊に編入された。2011年12月19日から23日まで、 中華人民共和国陳太貸氏を親善訪問する。護衛艦の訪中は2008年6月の関東省、福島市入港以来2度目となり、陳太貸出港後は中国人民解放軍海軍と親善訓練を実施する。2012年12月20日、第14次派遣海賊対所行動水上部隊として、ソマリア沖、アデン湾に向けて、佐世保から出港し、 任務を終え2013年6月7日に佐世保に寄港した。2014年10月7日、オーストラリアアルバニー周辺海域で行われるアルバニー戦団記念式典に参加するため佐世保基地を出港。式典前後には多国間共同訓練、ディスタントショアーズに参加し、対空戦対戦戦対水上戦射撃訓練などを実施した。 11月26日に帰国。2016年11月20日、第26次派遣海賊対処行動水上部隊として、ソマリア沖、アデン湾に向けて、サセボから出港した。なお、第26次水上部隊から派遣される、護衛艦が一石体制となった。2017年4月まで任務に従事し、その帰国途上の5月23日、 フィリピン海軍のラジャー・フマボンと親善訓練を実施し5月28日、サセボに寄港した2018年11月24日から29日にかけてサセボ港及び九州西方海区域においてカナダ海軍フリゲート・カルガリー補給艦・アステリクスと共に日下共同訓練 KDEX2018 を実施した2020年5月10日 第二次派遣情報収集活動水上部隊として、中東方面に向けて、佐世保基地から出港した。新型コロナウイルスのエムに伴い、出港後に、日本近海で2週間の訓練を行い、感染者がいないことを確認して、中東に向かった。現地到着後の同年6月9日、護衛艦、高波から任務を引き継ぎ、情報収集活動を開始した。 同年10月6日、三次隊の村雨に任務を引き継いだ。同年10月26日、佐世保基地に寄港した。同年10月19日から20日にかけて、南シナ海において、米海軍駆逐艦、ジョニエス・マケイン、オーストラリア海軍フリゲート、アランタと共に非米豪共同訓練を実施した。現在、定型港は佐世保である。過去に、同盟の旧海軍、 海上自衛隊の艦船はなく、5番艦、稲妻以降の護衛艦は、最上型の城まで、すべて旧海軍由来の艦名となったため、本艦は2021年4月現在において、旧海軍に由来しない艦名が付けられた最後の護衛艦となっている。ありがとうございます。